はい、えー、それでは12月14日の3問に入ります A は B に対する金銭債権を C に譲渡し4月1日付の確定日付のある証書を B に送ったその後 A は D に債権譲渡を行い 4月2日付の確定日付のある証書を B に送った。この場合 C は D に優先して権利を行使することができるルか×かという問題ですえ。考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。え答えはこれ×ですね。債権が二重譲とされた場合、確定日付のある債務者の承諾、もしくは譲り渡しに A から債務者への通知、 で、対抗要件を備えます。で、これは、えー、昨日勉強した内容ですね。では、どちらも対抗要件を備える場合はどうなるのか。これを考えると、通知が到達した日、もしくは承諾の日時の戦後によって優劣が決まります。つまり、今回の問題文で言うと、通知が先に到達した方が勝ちだということなんですよ。で、問題文を見ると、どちらが通知が早かったかって、これ、書いてないんですね。 あくまでも書いてあるのは確定日付が書いてあります。で、ここでは判断しないんですよ。どっちが先に債務者 B に到達したかっていうところなんですけれども、これ、どっちが先に到達したかは書いてありませんので、C は D に優先して権利を行使することができるというのは誤りになります。で、問いにですね、宅地建物取引業の事務所で契約を締結を行うことなく、 および契約の申し込みを受けることがない場合、専人の取引士を置く必要はない、丸かツかという問題です。え答えはツですね。これ、宅建業者のこれ事務所なので、事務所には5人に1人の割合で、えー、取引士、専人の取引士を置かなければなりません。で、案内所の場合とこれごっちゃにしないでくださいね。 案内所の場合だと契約の締結を行わないかつ契約の申し込みも受けないという場合は専任取引士置く必要はありませんよって今回は宅建業者の事務所なので契約を行うか行わないかまた契約の申し込みを受けるか受けないか関係なく専任取引士従業員5名に1人の割合で置く必要がありますので誤りだということですで問い3ですね 県が道路の用地とするために、農地を取得する場合、5条許可が必要である、ルかツかという問題です。え答えは、5条許可は不要なので、誤りですね。国または都道府県等が、道路、農業用、洋排水施設等のために、権利を取得する場合、まあ、農地の権利ですね、を取得する場合は、5条許可え、不要になってきます。したがって、本門は許可不要だから、誤りだということですね。 ま、今回基本的な内容なので、えー、ちゃんとですね、頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。